ラプターはアメリカ合衆国の宇宙企業スペース X が開発中の液体メタン、ロックスの液体燃料、ロケットエンジンである。同社が開発中の超大型ロケットであるスターシップ、スーパーヘビーに搭載することを目指し開発されている。ラプターはスペース X 社によって開発中の液化メタンを燃料とするロケットエンジンである。高性能の多段式打ち上げ機スターシップ。 スーパーヘビーのエンジンとして開発されている。これまでのファルコン9が使用するマーリンが RP-1 ケロシンと液体酸素を使用するのに対して開発中のこのエンジンは燃料として液化メタン、酸化剤としてロックスを使用する。ラプターエンジンは現用のファルコン9の2段目エンジンであるマーリン 1D バキュームの6倍以上の水力を出す予定である。 講義のラプターのコンセプトは高度に再利用可能なメタン2段燃焼サイクルエンジンで火星探査や火星の植民のための次世代のスペース X の打ち上げ機の動力を担うものとされる。ラプターはスペース X 社のマックス・ボゾフによって2009年にアイアー商業上院貨物シンポジウムで初めて議論された。 2011年4月の時点で、スペース X は少人数のスタッフで、ラプター上段エンジンの作業を進めており、この時点では、燃料もメタンではなく、液体水素と液体酸素を使用する予定で、優先度も低かった。2012年3月、ラプター上段エンジンの開発が進行中であるとの、報道がされたが、詳細は公表されなかった。2012年10月、 スペース X 社は公式にマーリンで使用中の RP-1 燃料を使用しないマーリン1シリーズのエンジンの数倍の強力なエンジンというロケットエンジンの概念の作業を公表したが使用する燃料の使用は不明だった。今後1年から3年で詳細が固まる以降でこれらの大型のエンジンを複数使用する NASA のスペースローンチシステムに 匹敵する低軌道に150から200トンを投入する特筆すべき打ち上げ能力を持つ次世代のスペース X 社のロケットに搭載予定であるとされた。火星上の潜在的な地下のメタン供給源2012年11月に CEO のイーロン・マスクはスペース X 社の推進部門がメタン燃料、ロケットエンジンを開発するという新たな方針を発表した。彼は エンジンの概念の識別名称がラプターであることと、ともにエンジンはメタン燃料の設計になる見通しであり、メタンはスペース X 社の火星植民化計画の燃料として選ばれる予定であると述べた。2009年にスペース X 社によって公表された当時、ラプターは上段エンジン専用の概念であり、2012年の時点でも同様であったしかし、2014年初頭、 スペース X 社は、ラプターは、新型の2段目同様に大型の直径10メートルの、マーズコロニアルトランスポーターにも使用される見込みで、あると言及し、それぞれのブースターコアは、ファルコン9の、ブースターコアが9機のマーリン 1D エンジンを、備えるのに似たような9機のラプターエンジンを備えると、された。 スペース X 社が2段燃焼サイクルのメタンエンジンを検討中だったという兆しは2011年5月にスペース X 社がアメリカ空軍に対してケロシン燃料が主流の空軍の再利用型降水力メインエンジンソリューションと競合する選択肢としてメタンエンジンに関心があるかを尋ねた時にまで遡る。2012年11月に公表された情報によると スペース X 社はラプターをシリーズ化する意向であるとされる。スペース X 社はこのことを2013年10月に認めている。しかしながら、スペース X 社の COO であるクイーンショットウェルは2014年3月、新エンジンの開発計画はフルサイズのラプターエンジンのみで小型のメタンエンジンは予定していないと述べた。2013年10月、スペース X 社は メタン燃料のラプターエンジンの試験をミシシッピ州ハンコックカントリーのステニス宇宙センターで実施し既存の試験設備に液化メタンエンジンの試験を支援するための設備を追加する予定であると発表した。2014年4月スペース X 社はステニス宇宙センターの試験設備についてラプターの試験に必要な回収作業が完了し2014年5月末から 試験を開始する予定であると発表した。2013年10月にスペース X 社はラプターエンジンの設計水力が 2940KN になると初めて公表したが2014年初頭にはラプターエンジンはさらに高水力となると発表した。2014年2月スペース X 社のロケットエンジン開発の 最高責任者であるトム・ミューラーは設計中のラプターは9機のエンジンで100トン以上の貨物を火星に送る予定で、ロケットはこれまで公表されていたよりも強力で、水力は 4400kN 以上となる見通しを示した。2014年6月にミューラーが述べたエンジンの目標性能は、海面高度で水力 6900kN、真空中では 8200kN で、 飛水力380秒とされる。初期の設計では、真空中での飛水力はわずか363秒と推定されていた。2015年1月、イーロンマスクは、現在の水力の目標値を以前の発言より大幅に低いおよそ 2300KN であるとした。これは旧機のエンジンには、彼が多くのエンジンがあることに起因すると言及したように多くの問題がある。 ことによるものである。2016年の燃焼試験ラプターで飛行するスターシップ SN82016 年9月にはラプターの初の燃焼試験が実施された。試験はテキサス州マクレガーに建設した同社の試験施設で行われ燃焼時間382秒、水力 3mN 燃焼出圧300気圧を達成した。また同月にはラプターを使用するロケットとして ラプターを下段に42機、上段に9機も使用するインタープラネタリートランスポートシステムの構想も発表された。ただし、ITS は翌年に発展型の BFR に更新され、ラプターの数も下段に31機、上段に7機に変更されている。 2020年8月には実際にラプターを搭載したスターシップ試験機が高度150メートルの飛行を果たした。同年12月には別の試験機が高度12.5キロメートルの高高度飛行も果たしている。2021年5月時点でスペース X ではラプターの量産を開始しており、実に150機ものラプターが週に数機のペースで生産されている。 設計の初期段階では推進剤として液体水素と液体酸素を使用する予定だった。しかし、スペース X は液化メタンと液体酸素を推進剤として使用する方針に転換した。スペース X の現在の主エンジンでは、ケロシンの一種である RP-1 と液体酸素を推進剤として使用する。 スペース X のエンジン開発担当の副社長のトム・ミューラーは2014年2月19日にラプターエンジンは水力 4500kN に設計されることを発表した。現在のマーリン 1D は水力 689kN である。水力は海面高度で321秒で、真空中では363秒である。ラプターエンジンの設計ラプターエンジンは 現在のガス発生期サイクルで液体酸素、ケロシンを推進剤とするマーリンエンジンより効率的な液化メタンと液体酸素を推進剤とする二段燃焼サイクルを採用する。スペースシャトルの主エンジンやロシアの複数のロケットエンジンと同様に二段燃焼サイクルが使用される。より専門的にはラプターはセントの酸化剤と少ない燃料費で酸化剤用。 ターボポンプを駆動し100%の燃料と少ない酸化剤比でメタン用ターボポンプを駆動するフリフロー2段燃焼サイクルを採用する燃焼室に入る前の酸化剤と燃料の両方の流れは完全に基礎である2014年以前に製造されたフリフロー2段燃焼サイクルのロケットエンジンは1960年代の ソビエト連邦の RD-270 と2000年代、半ばのエアロジェットロケットダイン社のインテグレーテッド、パワーヘッドデモンストレーターの2例のみで、いずれも、地上試験までの実施である。ラプターは、真空中での水力は 8200kN で、離陸時の水力は 6900kN で、真空中での非水力は380秒で、海面高度では321秒を生み出すように、 設計中である。実際に製造されるエンジンの最終的な水力と非水力の使用はスペース X 社の数年間の開発工程を通して更新が予想される。さらにフルフロー設計のさらなる性能や信頼性の向上を含む以下の特性が計画された。ラプターの酸素プレバーナーの試験ラプターメタンエンジンの構成要素の初期の試験はミシシッピ州。 ハンコックのジョンシー・ステニス宇宙センターでスペース X 社によって既存の試験設備に液体メタンエンジンの試験を支援するための装置を追加して実施された。ステニスでの初期の試験はステニスの E-2 試験施設は水力 440KN までしか対応できないので実物大のラプターの試験には不十分なのでラプターエンジンの構成要素の試験に限定された。 2013年10月のラプターエンジンの開発で、真空中での水力が 2940kN 以上に設計されたことに関連して、ステニスの試験実施が協議された。高水力、使用は同社によって2014年2月に協議されたが、初期の開発エンジンで高水力に到達できるかは、不明であった。2014年8月、スペース X は、 ステニスで初期の構成要素である高容量ガス噴射装置の試験を実施した。スペース X 社によって改良されたステニスの試験設備は今後はスペース X への退釈完了後他社も利用できる予定である。スペース X はより大水力の実機台のラプターエンジンを扱うために新しいエンジン試験設備の建設または既存の施設の改修が必要だとみられる。 ステニス宇宙センターの B-2 試験設備はすでに NASA の水力 7440KN の SLS コアステージの試験のために回収済みである。ありがとうございます。